どれでも1枚お好きなカードを選んでください。それではその表に大きくサインをお願いします。今サインしまったカードをデッキのトップに乗せて1カットしていきます。もう一度カットしてみましょう。それでは今から指先の感覚で今サインしまったカードを探してみます。おそらくこのカードだと思いますけども、これでしたよね。違います。あ、ハートの6ではなかったですね。でこういう時はこの黒いアクリルケースを使います。このケースの中に今のカードを入れてちょっと手を出してもらえますか。おまじないが来ると今選んでもらったカードに変わります。